はい、皆さんこんにちは。アスレティックトレーナーの海藤です。今回ですね、術つなぎ戦略っていうことで一つ話をしていきたいなと思っております。以前上げた動画の中にですね、自分の強みを持とうみたいなところで、フリーランスで仕事をする際のポイントについて話をさせていただいたと思うんですが、じゃあどうやってその、自分の強み、ストロングポイントを築いていくか、そういったところを考えた時に、ただ闇雲にこう勉強、インプットをするのではなくて、関連性の高いものから順を追って勉強を進めていく、インプットしていく、そして自分の元で解釈をしてアウトプットにつなげていく、この一連の継続した行動、インプット作業というのが非常に大事になってくるのではないかと個人的には考えています。そういったところで今回は術つなぎっていうところで、少しね言いにくい言葉なんですけど、こういった形で表現をしているので、ぜひ、興味があれば最後までご視聴よろしくお願いいたします。はい、それでは今回の動画の本質に入る前に、この1万時間の法則について少しレビューを入れておきたいなと思います。すごいこの法則をざっくり言うと、何か自分の元で技術を習得する、もしくはストロングポイントを形成する際にかかる時間、これが1万時間の法則の本質になっています。つまり何か、得ようとすると1万時間をかけて、その中で磨き上げていく、その先に一つの技術、もしくは自分のストロングポイントが形成されていく、そういったところを教えてくれているこの法則になっております。で、1万時間すごい膨大な時間なんですが、1日8時間、年間で269日、仕事をしたとすると、だいたい 4.64 っていう数字が出てきます。つまり4年と半年以上の時間をかけて、実際何かを築いていく、そういった流れがあることをまずご理解いただけたらと思います。それでは先ほどの1万時間と絡めて少し話を進めていくと、ここに2枚の写真があります。左の方は登山をしている状況ですね。右の方は大海原に出ている状況、このような2つのシチュエーションがあったとします。で、この1万時間の考え方っていうのは、例えば、この山頂に行きましょうって思った時点で、どうやって山頂に行くか、どうやってより安全に山頂に行くか、こういったことを考えながら山頂に行く確率を上げていく、そのような形で1万時間を使いつつ、その可能性を高めていく、そういったところで、この1万時間の法則の考え方を応用することができます。同じようにこの海原に出ている状況であれば、どうやって、この大海原の中で自分の位置を 見失わずに、ある目標とする、島、もしくは目標とする大陸まで方を進めることができるか、こういったところを考えながら、よりその確率を上げていく、そういったところで使うのが、1万時間の法則の本質になっています。つまり何を、ここで示しておきたいかというと、ある目標が、行動を起こす際に決まると思いますね。その目標に対して系統だった、アプローチを続けていきつつ、1万時間を過ごす中で、そのストロングポイントであったりとか、自分の技術は磨かれていきますよっていうのが1万時間の、示しているところになるので、ただ単に1万時間を費やしたから、その先に何か技術が得られるかっていうと、実はそうではなくて、その1万時間の中で向かうべき先っていうところを見定めて、そこに対してどうやって確実性を高めていくか、どうやって再現性を出していくか、そのようなところを考えていきながら一つ一つの行動を起こしていく、先ほども言いましたが、系統だったアプローチをできておくことができるか、このようなところに1万時間の法則の本質があるので、少し念頭に置いておいてもらえると、じゃあ次何しようかとか、今これをやりながら次どのような形で、関連性を高めていきながら系統だったアプローチができるかなっていうところのヒントになると思うので、ぜひ、覚えておいていただければいいかなと思います。はい、つまり先ほどの2枚の写真が何を教えてくれているかというと、何か一つの行動を起こす際に必ず向かう先、目標を決めておきましょう、これが非常に大事なところだと思いますし、教えてくれている真髄だと思っております。例えばこの積み木を一つずつね、積み上げていくように、積み上げていくので初めて高さが出てきます。なので、今日はこれ、明日はこれっていう形でこうね、なんていうの、一貫した、勉強ができていないと、やはり積み上がってくるものも十分ではないので、一通り時間をかけて、もしくは一定の期間、時間を費やした上で振り返った時に、あれ、こんなもんなんかっていうね、錯覚が出てしまう可能性もあります。なので、まずやはりね、向かう先、ここではベクトルっていう言葉を使っているんですが、
やはり継続だった、ベクトルの確認と継続だった行動っていうのが大事になってくると思います。そして向かう先、ベクトルがしっかり定まっているので、いざっていう時にね、思い切ってそこにアクセルを踏んで、学びの深さ、学びの発展っていうところの着手ができると思うので、ぜひこれから何か一つストロングポイント、もしくは自分の技術を身につけようと思っている方にとって、このベクトルを定める方向性を、定め一貫を持った行動を起こすっていうのは、本当に大事なところになってくると思うので、ぜひ、ご参照いただけたらと思います。はい、それでは最後に私アスレティックトレーナー海斗がどのような形で、自分のストロングポイントを形成していったのかというところについて少し話をしていきたいなと思います。で、個人的にストロングポイントが何かというと、やはり選手の体を正確に評価して、そこからリコンディショニングを行っていく、まあ、この一貫した流れに一定のストロングポイントがあると個人的には考えているので、じゃあそういったマインドをどうやって作っていったのかというところですね、最後紹介をしていきたいなと思います。まず自分自身がこの評価に対して非常に重要性を感じた時期があって、まあ、その感じたところから、まあ、評価がしっかりできるトレーナーになりたいなというふうに思いました。で、その際一番自分の中で何が最初に必要かと考えた時に、この触診スキル、これがもう切っても切り離せないなというところがありました。なので最初は本当に、触り方、ここに、多くの時間を割いて、この部位であればどの角度からどのような形で触ることでどのような情報が得ることができるか、まあ、このあたりについて徹底的にブラッシュアップを図りました。で、その次にですね、まあ、ある程度触ることによって得られる情報から、まあ、どのような形で評価を進めていこうかというところと兼ね合わせて、評価額、そして触ることによって得られる情報から筋肉の相対的な位置関係を把握して、筋がどのような方向にどのような状態に陥っているかっていうようなところで解剖学であったりとか、この方向には動きがいいけどこの方向には動きが悪いとか、まあ、そういった運動学、もしくはそのようなところを含めた解消論っていうところと触診っていう技術を、まあ、マッチさせていきました。これで触ることによってある程度評価技術は格段に上がったんですが、評価って実は触る前から十分もう始まっているよねっていうところに次は気づいて、指針っていうところですね、まあ、ここに次のターゲットを絞っていきました。で、実際人の体を見るっていうところなんですが、まあ、動きを見る、例えば体全体の動きを見て、ここの部位がちょっと動きが悪いなっていうような見方であったりとか、あ、ここの部位がちょっと動き悪そうやなっていうところで、まあ、特定の関節、特定のエリアにフォーカスを当てて見る見方、まあ、このようなね、2通りの見方があると思うんですが、まあ、そのような見方、双方を学んでいきました。まあ、実際は動きの分離、動きの統合って言われる部分なんですが、全体を見て局所を見る、もしくは局所を見て全体を見る、まあ、そういった見方の目っていうのを養っていきました。で、この際にアメリカから入ってきた資格なんですが、 FMS、SFMA、そして 3D MAPS、まあ、こういった資格を取っていく中で、この見方ですね、ここにブラッシュアップを進めていき、今まで学んできた、この黄色で書かれている部分とマッチングをさせていきました。そして、ある程度、まあ、見ること、そして触ることで選手の体の評価が進める技術が、身についたところで、次感じたのが、じゃあどうやってこの選手をスポーツ現場に戻していくのか、そこの技術がさらに欲しいなというふうに思いまして、 NASM の PS、 これもアメリカから入ってきている資格なんですが、まあ、この資格を取るにあたって評価ができて問題点が分かりました。じゃあ問題点をどのように改善して現場に選手を戻していくか、ここの一貫したアプローチをできる、そういった自分になりたいなというところで勉強を進めていき、このリコンディショニングのスキルを、学んでいったという経緯があります。で、ここまで学んでいった上で、ここの黄色で書かれている部分と、マッチングをさせることで、より自分のストロングポイントが評価であるっていうところの、部分に、拍車をかけていきました。で、以上のようなところを踏まえて、まあ、その評価ができて、次、もう一度原点に振り返った時に、評価スキルっていうのはやはりこの評価学であったり運動学、解剖学、まあ、このようなところがかなり必要になってくるなっていうところを、今本当に痛感して感じています。なので、十分な解剖学、十分な運動学っていう表現が、ちょっと伝わるか分かりませんが、より専門的な解剖学であったりとか、より専門的な運動学を踏まえた上で評価学がしっかりと学べれば、
より質の高い評価、そしてここで書かれているリコンディショニングスキルっていうところにつなげれるのではないかっていうふうに考えたので、まあ、現在はこの SOP って言われるスタンダードオペレーションプロセドゥアっていうのがあるんですが、まあ、例えばこの工程を起こす際にはこういった流れを組みましょうね、そういったところに対して専門的な勉強を進めている、もしくはそういった環境を作っている、そういった現状があります。なので私の場合であれば評価スキルっていうのが一つ自分のストロングポイントになっていまして、まあ、それをどうするかっていうところでこのような歩みを踏まえて今現時点でもその評価額にブラッシュアップをかけている、そういった現状があることを最後に紹介しておきたいなというふうに思います。はい、ここまでが今回紹介をしたい内容でした。皆様いかがだったでしょうか。もしこの動画を最後までご覧になられた方々の中で少しでも参考になったよって方はチャンネル登録、そしてこんな形で活用していきたいなっていうようなコメントをいただけると非常に嬉しいので、そのあたりもよろしくお願いいたします。それでは今回の動画はこのあたりで終わりにしたいなと思います。トレーナーの回答でした。バイバイ。